大川寺遊園は、富山県上新井川軍大船長に、かつて存在した遊園地である。大川寺遊園株式会社が経営していた。富山県上新井川軍大船長上滝の、上岩寺川の貸し談球場にあった。戦前に開設された上滝公園を前身として、1958年の第13回国民体育大会を契機に、遊園地化が進められ、 1961年からは、富山地方鉄道と上新川軍大船長が出資する大川寺遊園株式会社が経営した。観覧車やジェットコースターを備え、富山県内有数の遊戯施設として知られていたが、経営の悪化により1996年度をもって閉園し、会社も解散した。 富山県営鉄道の上岸寺川鉄橋1920年6月18日、富山県においては内務大倉領大臣より、県営電気事業のための上岸寺川水利権を取得して、富山県電気局を発足し、県営発電事業及びこれに付帯する事業を取り行う機構を整備した。この県営電力事業は、同年2月21日に、 積年の課題であった治水対策の一環として、かつ貧困な県財政を電力事業によって潤し、もて県内産業を育成しようという目途をもって、県会において可決されたもので、これを行うにあたって必要な資材を運搬することを、主目的として、また立山への観光客誘致を、副次的な目的として、南富山富士橋間における鉄道敷設が計画された。 鉄道敷設を行うための免許状は、同年7月6日に、鉄道省より、富山県へ下付され、まず南富山線柿間を第一期線として、同年11月に、着工、1921年4月25日に、南富山駅帯状滝駅間が開業し、1923年4月20日の横駅線滝駅間開業により、富山県営鉄道の全線が開通した。 植滝スキー場この富山県営鉄道の開通により、町内に植滝駅の開設を見た上に川偶城、滝町においては、観光による地域振興を計画し、1922年頃に植え、滝不動村の保護工事を行い、また道町の大川寺山にスキー場を整備した。観光開発による旅客運賃収入を狙った富山県はかねてより植え、 滝町や付近町村にスキーを奨励しており、上滝におけるスキー場整備もこうした県の意向を背景としたものであった。このスキー場は1923年2月18日に第3回と山県スキー大会の会場として用いられ、これ以降と山市より資金のスキー場として利用者数が増加し、様々な催し物が開かれるようになった。 上滝公園大運動場をさらに1927年6月10日に富山県営鉄道が電化されると上滝町は観光地下にさらなる意欲を示すようになり同年12月に周辺の地主であった総統州大川寺との間に一体の公園化について会合が行われ結果として町は大川寺より大規模な土地の無償提供を受けたこの公園化計画には 富山県としても大いに期待を寄せるところとなり、1928年4月10日に、富山県電気局は上滝町との間に公園に、要する用地1万坪にかかる借地の覚書を、主行した。こうして公園化工事はまず道路整備から、県の指導を仰ぎつつ進められ、最寄り駅である上滝公園化駅も1929年6月10日に開業した。 1931年10月に展望と休憩を兼ねた鉄筋コンクリート作り2階建ての体幹台が完成し、1933年10月4日には野球場兼陸上競技場が竣工するなど整備は進み、1936年頃からは北陸地方初のゴルフ場の供用が開始された。このゴルフ場はゴルフ好きであった斉藤樹と山県知事や日本海、 電気社長の山田小作が、直々に倒査して、上滝公園を選定し整備されたもので、旧ホールを有し、芝の手入れのために、米国製の芝刈り機が輸入された。1940年には、東京高等造園学校の学生を招いて、順に本式庭園が整備された。富山地方鉄道の発足広告こうして、公園整備事業は完了したのであるが、 1941年12月の太平洋戦争の勃発以降、食糧事情の悪化によって、公園内の芝生は掘り起こされて、再園と化し、徐々に園内は荒廃していった。1943年1月1日の交通統合と共に誕生した富山地方鉄道は、富山県より上滝公園の管理も引き継いだが、選挙区の悪化に伴い公園内のスキー場には、 防空管師匠が置かれるなど、戦時下においては、公園内の整備はままならなかった。やがて終戦を迎えると、1948年頃より、公園内の修復作業が徐々に進められ、園内の再現も解消されるなど球体に服していった。加えて1958年の第13回国民体育大会馬術会場として、上滝公園が指定されるとともに、 公園復旧計画は本格化し、富山地方鉄道と大船町の両社が運営資金を支出して大川寺公園管理委員会が設置され、上滝公園は大川寺公園として遊園地へと整備されることとなった。この遊園地下事業は1958年7月16日より着工され、公費1200万円をもって子供電車や豆自動車等の遊具を整備し、 同年9月6日より大川寺公園として開園した。開園当時は日本海側最大の遊園地として人々に喜ばれたという。この大川寺公園の開園に合わせ、1959年1月1日に植田木公園下駅も大川寺公園駅と駅名を変更した。なお、遊園地下事業の契機となった第13回国民大会馬術競技は、 同年10月19日より10月21日より開催され、期間中の10月20日には昭和天皇及び皇順皇后が同園に行行し、競技の様子を展覧した。1966年度の開園を控えた大川寺遊園の様子を報ずる新聞記事庫の遊園地下事業を担ってきた大川寺公園管理委員会は、 1961年3月23日の大川寺有園株式会社の設立とともに解消された。この会社は、富山地方鉄道が1200万円、大船長が800万円を出資して設立された第3セクターであって、この新会社設立とともに飛行等や回転木馬等の遊具の増設が進められた。1965年5月20日からは、 増収策として入場有料制が導入されている。年々増設された遊具において中んずく人気を博したのは1970年に設置されたジェットコースターと1980年に設置されたスパイラルコースターであった。こうして大川寺遊園は開園以来入場者数を増加させ続け、1980年には年間35万人の来場者数を記録した。 しかし、1982年4月にミラージュランド、1983年7月に県民公園大公山、ランド、1984年4月に富山市、ファミリーパークが開園するなど、県内各所において大型娯楽施設が開業したことに加え、東京ディズニーランド等の県外、大型テーマパークへの志向の高まりとともに、大川寺遊園の入場者数は徐々に、 減少していった。1992年に1億8000万円を投じて導入したファンタジーコースターも入場者の減少に歯止めをかけることはできず、1995年度の入場者数は約8万4000人にまで落ち込んだ。大川寺遊園の累積赤字は3億6000万円にまで膨れ上がり、1996年2月の富山地方鉄道の取締役会において、 この経営上の問題が提起され、同園の損賠問題は一挙に表面化することとなった。今後も入場者数の増加は見込めず、遊具等の老朽化に伴う修繕費が増加している状況に鑑み、富山地方鉄道はこれ以上大川寺遊園の経営を継続することは困難であると決断し、1996年5月31日に、 大船長へ、同園の経営からの撤退を申し入れた。大船長は、大川寺遊園の活用策を模索したものの、結局町単独において、経営を行うことは、難しいとの判断から1996年度内における、閉園を決断した。こうして1997年3月31日を、もって大川寺遊園株式会社は解散し、 大川寺遊園は閉園したのだった。大川寺遊園の閉園後、遊具が撤去され、かつて賑わった、球場滝町の人口は1万人を割り込もうとしている。再び公園として整備しようという声もあったが、大川寺遊園のあった土地を所有している。総当州大川寺においては信仰の場として静かな、環境を守りたいという考えから積極的な整備を行っていない。 敬語は、大川寺遊園は、心霊スポットとして知られるようになっており、富山県の心霊スポットの紹介動画でも紹介されている。富山県営鉄道線の電化開業を報道する、新聞記事、体感台とスキーをする人々。ありがとうございます。